同和教育とは、日本の教育全般において、部落差別を解消するために行われる教育を指す、行政用語である。歴史的には、学力保障のために、同和地区の児童生徒に対して行われた教育であり、近年では対象を同和地区住民に限定することなく、部落問題解消を目的として行われる日本国民全体への人権啓発教育を主に指すようになった。なお、同和という語が同胞融和という標語に起源を持つことから、部落解放同盟の立場からはこれを現代の国民主権と相反する天皇制的造語とみなして使用せず、解放教育の語を使用している。明治時代初期の同和地区の経済状況、衛生状況は非常に劣悪なものであった。その原因の一つが教育水準の低さであった。すなわち保護者である親が子供を学校に行かせないために子供の教育水準が低く、それがまた次の世代に継承されるという悪循環が同和地区の貧困を固定化させていた。明治後期に学力保障として民間や地方自治体で始められた同和教育の基本的な考え方は、このような負の連鎖を断ち切ることで、同和地区の貧困を解消し、部落差別の解消につなげるというものである。農藩寄託事象、初めて開設した人物として知られる、筧裕平は、鳥取県美保村において1898年に当時、細民部落と呼ばれた同和地区に文教場を開設し、未就学であった同和地区の児童を学ばせた。また、租税を滞納したり、子供を就学させないといった親の非行も目に余ったため、年に数回村民を集めて学習会が行われた。この活動は大きな成果を上げ、1921年に文教場を尋常小学校に併合した際には、租税の滞納や未就学児童はほぼ皆無であったと記録されている。戦後は同和対策事業の一つとして行われ、昭和40年代には地区進出学習会と呼ばれる同和地区の児童生徒を対象とする教育が行われた。同和地区の児童生徒の把握、地区進出学習会の運営といった目的で、同和地区の児童が通学する小学校には同和科配教員が配置された。また、当時は小中学校の義務教育終了後の高等学校や大学への進学率が著しく低かった同和地区の児童生徒の進学を奨励するため、同和地区の児童生徒のみが受給可能な奨学金や給付金制度が自治体において整備された。人権啓発としての同和教育は、学力保障としての同和教育より歴史が浅く、主に同和対策事業特別措置法が制定された。昭和40年代から始まったものである。戦後、学力保障としての同和教育は成果を上げつつあったが、特に結婚や就職面での同和地区住民に対する差別的な取り扱いがたびたび見られたことから、教育の責任として同和地区に対する偏見を取り除くことが急務となった。そのために、同和地区住民に対する学力保障だけでなく、広く一般の人々を対象とした人権啓発が始められることとなった。当初は同和地区の児童生徒と一般地区の児童生徒との間にある感情的な軋轢を解消し、協力関係や友情を深めることを目的とされた。そのために児童生徒に日本国憲法にある人権の概念のもとに部落差別が不当なものであることを認識させること、いわれのない迷信にとらわれないために科学的な考え方を醸成すること、職業に対する差別をなくすために正しい職業観を持たせること、望ましい人間関係を醸成することが目的とされた。また、当時は教育基本法第8条を遵守するため、同和教育を政治運動の場としないように徹底された。児童生徒の間で誰が同和地区住民かといったことを明らかにすることもタブーであった。しかし、次第に運動団体が自治体や学校による同和教育の運営に干渉するようになり、同和教育は政治運動と無縁ではなくなった。1974年の8日高校事件は、日本共産党と部落解放同盟の対立が教育の場に持ち込まれ、ついには流血事件にまで発展した事例である。また、1980年の狭山同盟休校は、童話教育を取り巻く状況を一変させた決定的な出来事である。狭山事件裁判への抗議の一環として、部落解放同盟により1980年1月28日に、童話地区の児童生徒は登校しないように呼びかけられた。これに対し、各地の自治体の教育委員会は困惑するか、あるいは激しく反発した。なぜなら、同盟休校は、教育を政治運動の場とするだけでなく、童話地区の児童生徒のみが、一斉に学校を欠席することにより、誰が童話地区の児童生徒に該当するのかが明らかになってしまうためである。ちなみに、同様の問題が指摘されているものとしては、童話地区出身者の生徒、児童に自己の出自をカミングアウトをさせる部落民宣言がある。長野県の松本市など一部の地域では、教育委員会の激しい反発により、同盟休校は実施されなかったが、部落解放同盟が組織された大半の童話地区では、児童生徒は登校せず集会所等で行われた学習会に参加する等した。同盟休校が行われた地域では、政治的中立を保持し、童話地区の児童生徒を特定することをしないという、当初の童話教育が成立しなくなり、部落解放同盟等の運動団体の要求を取り入れた。政治色の濃厚な教育にとって変わられるようになった。運動団体間の対立構想は、童話教育の方法論、進め方にも影響を与えた。現在では大まかに言って、完成童話教育、部落解放同盟につながる、解放教育、日本共産党や全国人権連につながる、自主的民主的童話教育に分局化している。童話教育を意味する、別の言葉を使用する地域もある。岡山県では民主教育、和歌山県では積善教育という名称を戦後間もなくの時期から長く使用していた。取り組みが盛んである大阪府では人間という副読本が古くから作成され、部落差別を中心に在日韓国、朝鮮人差別、障害者差別、女性差別などの社会的差別の不当性を教える。教育が行われていた。ただし、公教育における人間の使用については、思想信条の自由、多様な価値観の存在を否定し、特定団体の思想を児童生徒に植え付けようとするものであるという批判がある。1995年から2004年の人権教育のための国連10年や2002年3月限りで特別施策としての童話対策が、政府レベルでは終了したのを境に、童話教育から人権教育へと呼称が変化してきている。1942年8月に、文部省社会教育局は、国民童話への道を刊行し、初めて政府の教育方針として、童話教育政策の理念、具体的方針を示した。同書は、童話教育を通じて、被差別部落の児童、青年を、天皇陛下の臣民である公国民としての純真な自覚に立たしめ、苦悩にこらえ、艱難を忍び、神道実践に邁進する強健なる心身に、陶冶、鍛錬するというものであった。これは、旧水平社の下からの運動のエネルギーをも利用し、部落の児童、青年を他の児童、青年以上の公国民として、陶冶、鍛錬することを提示しており、この童話教育の指針を天皇制ファシズム教育の極限形態の一つとして把握する学説がある。ありがとうございます。